第四十八期大井選準決勝五回戦をお送りいたしますこの先の実況を担当いたします吉井優ですどうぞよろしくお願いいたします解説には第四十六期大井渡辺文也プロをお迎えしております渡辺さんどうぞよろしくお願いいたしますお願いしますさてこの五回戦終了時点で下位8名が敗退上位8名が6回戦以降への進出ということになりますそれでは改めてですがここまで4回戦を終えた段階での成績表がこちらになっています現在の8位のボーダーは森下 プラスマイナスがロというところですね、えーまあ、ぴったりゼロポイントが現状のボーダーではあるんですがおそらくここから5回戦やると少し上がるイメージになるんででしょううかねそうですねそす選手の方は少しでもプラスは多くしておき合いですね、まあ、プラマイゼロだと、はい、まあ大体厳しいと思って臨んだいます、うん、大体プラス、まあ、5から10ぐらい。まあ、10あると まあいいいかかなっていう感じですかね、はいえー、このあと、えー、放送される放送卓は黄色くお名前が色付けされている4名なんですが、まあ、ボーダーに絡む卓で最も熱いといえるのはピンクの卓でしょうかね6位7位12位13位とボーダーを挟んで4名での、うん、直接対決というふうになります。さあ、えー、というところで、えー、5回戦に続いていきたいと思いますそれででは5回戦のの対局メンバーのご紹介です。 えー、放送宅トンチャスタート日本プロマージャン連盟あ失礼しました日本プロマージャン協会佐藤剛しナンチャスタートに日本プロマージャン連盟吉田忠シャーチャスタートに源王井石義樹そしてペイチャスタートにマージャン連合三上達明以上の四名で五、えー、回戦を戦ってまいりますさあそれでは対局場の準備も整っているようです。 大井戦準決勝5回戦闘敗のスタートが、今立ち合いの藤原貴弘からえ合図が出されました。なおルールは一発ウラドラカンドラのない日本プロマジェン連盟公式ルールで60分プラス一局の時間打ち切りです。さあこのえ5回戦放送卓で言いますと、石井が今ボーダーの一つ下にいるというところです。 そして、えー、今親を迎えました、えー、強氏ですね。そして三上が少し離されている状態、マイナスをどこまで返せるか、トンの一曲はドラがうそうです。白発やくやくと一つですね、はい。早速仕掛けていきたいたいですね。はい。そしてこちらが石井です。ちょっとペンチャンターズも目立ちながら、総ずいペー後継が見えてバカぜのトンがと一つ。総ずの一色も見ながらですか。ちょっと強氏さんと。 え三上さんはかなり、素、え、手、ー、も大きなトップを取らないといけないので、はい、ちょっと手を緩めている暇はないですね、序盤から結構大ぶりな手作りになりますかね、うん、そうですね、あのときは、でも、上がり重視でいきたいかなと思いますけど、えー、ここもまあピンズの伸びがあれば、本一までつけれれば、うん、トンが打たれて、まず三上は1枚目はスルー。はい まあ内定本一にクルートもありますがここ一枚目はスルートしましたねはい、面前リーチはまだ捨てたくないカンチマン引いてただしの手が進んでいますただし、あ、失礼吉田でいいですね <laughs> あの佐藤が二人いますので、えー、佐藤剛さんは強しというふうに呼称させていただきます先ほどイースを切ったところですね裏目のリアンソーですがこれを置いていく 一二123もほのかにベ、はい、ンチピン引いて形が引き締まりましたねはい現状6ブロックリアンシャンってんですか、うん、まあ石井としてはうん、まあ、トップ取れれば大丈夫そうまあ最低浮きは絶対って感じですかね浮いた状態でまあほかの択の結果を待つような感じになるかもしれませんねん三上はこれで中も統一になりました、うん ですね役役統一ですけどね、中もトンも1枚ずつ切れてますね、うん、なんか仕掛けて本一に行く方が、打点盛り上げつけられるかなっていうふうに見えますね、はい、ただ、あとはターチャーとの,そのスピードのバランスですかね、うんまあ、特にただし、吉田なんかはポイント持ってますから、はい、結構、こう流すような動きもあるかもしれません、うん、ペンンンピピチから強しはピン勢できれば、役役本一まで行きたいですけど、はいま、ずは,はい、そうですね。 ターチャと吉田さんの手がね、早そうなんで、あこれ、どうするか 2>、うん、2枚目のチューンをポンして、あそうですね、やっぱり薬役本一で打点を見ていきましたね、はい、1回1回の上がりも、ちょっとこう、うん、パンチ力のあるものにしたい、さ<ー>、うんは、おお、いい数相が、ちょっと薄くなってましたまああとは安全にっていうのもあると思います、ね、えーえー、お初も重なりました。 これでまあ、やくやく、あでも初もちもちなのか。これ、通用紙にとっては初もちもち、結構痛い気がする痛いです、ね。白も打たれない。さあ、ドラのうそを引いて、転敗、ねあ。これで自然とピンズの本一になってきましたね。あとトンが1枚ですねこれおそらく石井家吉田はもう トンも打たないですかね。吉田さんはおそらく打たないんですけど、はい、石井さん今ドラドラになったんで。ああ、はい。出る展開もあるかなというふうに見えますね。確かに自分の手の価値がちょっと上がってきてるのか。吉田さんチートイツもある。一応自分の上がりも残すか、うん。そんなに自分が頑張る必要ないと思えば。ええー。はい。まあ、安全に行こうっていうふうに見えますね。白も初ももちもちになっちゃった。上はベンチも払いますかね。 三層が,が2枚消えてるんで三素を切り取りましたか現状上がりがあるのはトンガ1枚の三上ですシ井、うん、さん下茶の三上さんが、まあ、実際本一なんですけど、はい、途中まであの,そのメンツで普通の土股圧があった時に、うん、まだ仰天秤だったので。 ザフォンいつかって言われるとちょっとまだ分かんないところではい3層は打っていきましたが、はいまあ、確かに皮を見ると結構おとなしめですね、うん、ただウーマンローマンっていういいスッチーマンジャンメンターズィスれてるのをどう見るかですかね、はい、えー、えー、さあステハイは3段目流局も見えてきたが、うん、やっぱりでも今のパワー相なんかも、うん コロッと出てるような感じがしますね。強氏が動いて、そっかスッチーピンチーだったんですね。天杯、うん、にならない地。イー三点からイー三点にで,、ね、でしたね。スーピンの受けが増えるっていうことですかね。1> 1そうですね、うん、はい。もうどうしても、うん。 一応自分にテ弊が回ってる状態ですかね,うすね、うん、もう天敗も逃せないということでうん受けを広げたという形ですかねただもう間もなく流局というところですトンが一枚まだずっと山に眠っている石もテンパらなかったです、ね、はい天敗入らずでした次がテ弊 いやー、天敗できないか。これ連チャンもならずでしたか。流局になりました。今局は三上の一人天敗。三上としても、あの打点のある手は上がっておきたかったでしょうが。うですね、いいスタートが切れるかなといっ,ったところで。はい。の天流局はちょっとかな、悔しいですね。静かな立ち上がりです。うん、トンの二局は一本場から吉田の親番です。あちょっとサイコロが。あ、引っかかってますかね。赤のサイコロがちょっと斜めになってますね。 これは10でということですかね。いうことになりましたね。はい、はい、あの立ち合いの藤原からも最低があった模様です。ドラが9万。吉田としてはこう無理に連チャンする必要もないですか。いやー、まあ、普通にやりますね。普通に。その相手の条件があるからとかっていうのはあんまり考えずに自然に自分のフォームで打ち切ると思います。ええ。まああの直近の。 1> a 1最終節なんかはもう激戦を見せてくれましたよ、うんはい、吉田。リーグ戦はちょっと振らなかったですけど、はい、大い戦でそのすべてをぶつけるという気迫が見えますよね、そうですよね、若干ちゃんた系の手作りになってるでしょうか、はいまあ、あとね、あの明日の決勝択の放送には、藤崎さんが解説でいらっしゃいますから、大<ー>い体幹を見せつけてやらないと、腹の虫も収まらないでしょうからね。はい <laughs> 他の方の手で言うと石井の手がやや良さそうか、ね、ここもいいか、はい、いいペイコが完成しましたね。えー、佐藤さんあつるさんは本日も見てますね。白仕掛けてのルートですね今一枚切られています白は、うん、ここでマンズか。 あこれはあーローマンモもり積もりとしましたねできメンツになりましたけども、えー、789もちゃんタも全部崩れてしまうということで、はい、なんかいつもの吉田さんという感じがしますねさあ2枚目の箱を仕掛けていったのが強しこれ9万打たれたら9万地位あるのか地位ありますね打たれない,ない自分もちょっとちゃんたっぽいってことか、うん、自分自身でまあドラ重ねちゃえばっていうのもありますかねえー、え三上さんも ドラが浮いているのかそうですね三上も重ねたがってるまだ出ないあ、これ初が二枚切りでしたかになったとこでしたね、はい、チュンの方は現状勝敗なんでさらに相手引いてくるとドラが打たれるかもしれませんねここで<あ>ドラトーンも見えてないところだったで吉田はローマン切ってるけど九万を2面地 2>、はい、これね あのー、ターチャーからは純ちゃん三色ドライチーみたいな。はい。一万一千六百球の手が、想像し得るんで、プ、えー、レッシャーにはなりますね。えー、だって、皮すごいですもんね。うん、これが、その、まあ、純ちゃんっぽく見えるんで。はい、ただの三色ドライチーには、あんま見えないと思うんですよね。うん。そのしぶ地位点の二千九取った、には見えないんで、はい。お、パーマン打ち。 タイヤをの方を決めたっていうイメージですか、うん、そういうことですね456の3色含みですねごろ、うん、の単品3色ですかねはいただドラは受けられない形になっていますいこれチートイッツとかもあるかな、はい、チートイッツになりそうですね最後ドラ短期まで見ながら、うん あ,あ、ローピンは仕掛けましたね、石井です。うん、これで天敗、マチが数チーソ、高めが三色。石井さんを連チャンされるのも、ちょっと、素点が減るのでね。はい、引ければ、上がって、自分だけが上がりたいですからね。そうですね、ね上がりラッシュをかけていきたい。うん、まあ、さっきの、え、四回戦なんかもね。前半の方では、かなり、石井の上がりラッシュでした。はい、あ,あ、そうそう。これは高めの方です。石井のタイヤを三色、二千は1本場、え、一本ば二千三百の上がり。 これで自分の親番を引いてここから自分のペースを作っていきたい。うんうん、吉田さんのもしかしたら3千0 0オールが生まれたかもしれないのであい,い,、まあ、いい判断だったと思いますそうですね、吉田放っておいても自分の争点削られますからね。最、ね、あ、石の親番、とんの三曲ドラがローピン。ドラメンツがあるのが見えますね、マンズでもメンツがある。いや、これは上がりたいですね。2メンツ完成の手配 これリーズもドライチでも結構嬉しい加点になりますんで、はい、石井さんにとってですねえー、えー、ええー、え、はい、の方の手配で言うとまあそんなに悪いっていう方もいらっしゃらないか石田さんがドラドラでしたねあ本ほ、うんとだ三上は今回手はちょっと軽そうですねピンフーイーペーコウ系にまとまれば。 半ピン引いて、はい、これ吉田は愚形が残ってもリーチですかいや吉田さんなんかイ、e、ーマン切って単要にもして確かにかそういうルートがあるなただもちろん愚形残りのリーチも全然ありますねはい、はい、佐藤さんあすいません剛さん三、はい、上,上さんは やっぱり素点大きな素点欲しいんで上の連チャンが必要になるのでその打ち切りの時間もありますね。そうですよね。タの連チャンはあんまり歓迎できないですね。かつあんまり軽い手でこう曲を消化するのも好ましくないっていうまあ難しいところですけど。まあ、それまでまあ最悪いいかなと思います、ね。結局、えー、親で上がらないと話にならないんで。はい、吉田はもういいまんいいまんと落としゃって対向へ向かっています。うん

それで、吉田さん、イーシャンテン。本店もかかる形ですね。はい、カンチーピンのチーテンとかは取るんですかね。カンチーピンはちょっと微妙ですね。ただポン、ポンぽん発信はしたいですけどね。はい。現状、ウーソー、ドラノローピン、パーピンがドイツ。強しの選択は、イーピンのアンコを固定。直付きのイーシャンテンにしましたかね。はい。チーピンと、えー、ローマンですね。 石井さんは早くリーチって言いたいですねああただイーマンイースは薄いのかマンがただしいに2枚3枚切られてる、はい、そして三上さんが転配してますかねあ失礼そうですね両、えー、ピン点配ドラのローピン引いたらリーチになると思いますあ,あそうかそういう変化を待ってるわけですね,ね,いいですねピンフイーペーコーメンピン,ピンピーペーコーじゃまだ足りないよっていうことですねええー、かなり落ち着いたように見えますねそうですね、うん、まああのー 三上はね、麻雀連合の。あの麻雀連合でご活躍されている選手で、うん、1> 第一期と七期の小生という、えー、タイトルをお持ちになってますね。麻雀、うん、健康麻雀サークルの楽ジャンで講師をされているということです。もうん、このからりも。ちょっとテクニックを感じますね<の>ドラ。ドラのローピンとスライドしましたよって、ターチャーに。ターチャーからしたら見えるんで。えー、ええー。うん、ちょっとこう、ブレーキをかけさせようということですか。うん ちょっと自分が次にリーチしたときに若干あの基準が高くなるというか、まあ、そういう感じですかねこれカンパーピンのターツを払ったように見えますか見えますねどちらもチーピンもキューピンも手から打っていきましたイスマンが薄かったので石井さんはこちらのターツ外,外していきましたねはい ここチーソー打たれて、吉田にテンパイが入っていましたね。ピンフドラドラ三千九百の上がり。これで吉田としても加点しながら曲を進める、いい動きになっています。そして、トンバが早くも最終曲、トンの四曲です。三上の親番、ドラがチーマン。 マンズ一面、つぴんず2面うん、ぼちぼちといった感じの手配に見えるが、うんまあ、ここは絶対に連チャンをしたいですよね,そうですよね手放せない親番と言えます、はい。おそらくあの手だと最速リーチを決めさせているかなというふうに思いますね、はい、ここが形としては圧倒的ですか、はい、ただ第1段、何切っていやこれ、実際難しいですね。まあ、一応、9万切るのが一番手広いですけど。はい 最後にこう短期なんかになる可能性もあるうそうですね、まあ、一旦ジャン刀はいつでもできるということで一番広い9枚にとしましたね、はい、ただ吉田さんは多分手役どうやったら手役が一番になるかなっていう,うもあのも考えていたと思いますね、はいまあ、さっきの,あのピンフドラドラみたいなあの上がりが一番理想ですよね,、うん、そうですね一応上の3色が結構見えやすいデザ材料だったのでと、はい、いうところですかね 今パーピン切っても7八九は見切っているような格好です、うん、ああこういうの嬉しいただやっぱり頭がないそうですね頭が、はい、<laughs> あとは石井の発ですかねこれ打たれると仕掛けていくんでしょうかドラがちょっと不安定な形なんですが石井さんはこれですかはいこの手配です うん、あんまり仕掛けたくないですけどねうんただ今の現状のポイントを考えると仕掛けるのマりかなというふうに思いますね、はい、さあでこれで広がりましたね一応かうんあ違うな E シャンテンそうですね E シャンテンでありますね、はい、6万引いてこれでドラが使える<ー>これはポンテンかかるかなここはこれは逆にさっきとは違う理由で

あーこれローソーか両面決めたローソー三上から打たれたローソーは石井の上がり杯です初ドラ12000の上がりいやこれ石井さん後半なんでしたねそうでしたね,ねその打点を見て初をするしている間に6球層が薄くなったら、うん、自分の上がり自がなくなってしまいますからねちょっとこう辛い仕掛けとも言えますかね、うん、さあ何入になります強しの親番またこの強しももうこの親番本当に離せませんからね、うん 手配どうか。マンズの統一が二組見える。ローソーも統一、三統一ですね。いや、若干苦しそうには見えますが失礼、えーと。違うところの手配を実況しておりました申し訳ありません。ました三上の手配が三統一でした、ね。はい,はい、はい。すみません。で、親番の強しはこの手配ですね。索子で一面通。まあ、ドラがこれで使えるようにはなりました。全然印象変わりましたね。そうですね。 数万がこうポツンと浮いているところに、ドラ表示牌三万を引いていきます。あ、これチートイツになるかな。チートイツがなんか速そうに見える。うん。もう、だんだんまとまってきましたよ。ですね、掃除、はい、の部分もリャン関係に。ただ、この石井さんの手配が。えー、タンヤオなんですよね、もうね。えー、ええー。カンチャン部分とかは、もう仕掛けありますか、今の段階でも。仕掛けてもおかしくないですね。 さあこれでいいシャンテ強さはリーチって言えると結構未来変わりそう、うん、あこれはトイトイもあるんで仕掛けもありますね、はい、じゃあポンからなら動きやすいですか、うん、ポンからは動きやすいですねチーはチーからはちょっとあんまり泣かないイメージですけど打点は結構消えますもんねリンンマのポンから これでで一旦点ンンすね,ですね、まあ、最終換算品が残っても、はい、まあそこからの問いとい変化もありますのでということですかね、はい、リシーさんは今持ち 3, 3, 点3万3300点一回親の3900オールが決まるとその瞬間に沈んで自分がボーダー下回っちゃう可能性が高くなるので。 やっぱり上がっていきたいですよね。じゃあ、えっ、ー、と一番アワリアンソを引いてるでカンザの地位でテンパ入れましたね。マ、うん、はシャンポーに取った四千点浮きぐらいだとそういう未来が消えるわけですね。そうですね。スーソートパーピンは。 パーピンは全部山2層ですね数層の方はないんですね、うん、またここも一周の上がりが決まるかただ、えー、吉田もいいシャンテンで粘っています、うん、サブロースは振テン。天敗が入らない、うん、とにかく一巡でも早くリーチって言いたい でも今リーチって言ったらどうなるんですかね石井はいや結構そう思いますねないですもんね <laughs> <はい S 1> 現段階で見物らしい見物はタイプ的にもなんか降りるイメージはあんまりないですねそうですね <はい S 1> <laughs> 残りいつもゼロ回になったら考えるぐらいだと思いますね<ー>これ三上はウーソーが今2枚見えましたかうん、うん 南これでマンズが2面詰め完成、うん、いいシャンテン6キューマ万と甘露カンパ草えー、6キューマ万引かないんですかね強しいですね、うん、山にはいそうだけど天杯シャンポンは 取って玉で打たれた数層はそうかそう、ね、石井の上がりだタンヤの上がり千点ですいや一手代がり一騎通貫の手間で育ったんですけどねそっか老僧頑固になると数層打たれる未来ありましたね確かにいや強石さん親番なかったの,のが痛いな痛いですね何の二局です吉田の親番ドラガリアンマン結構条件としてはじゃあ強石はもうなんか薬満クラスは1 一回ぐらい欲しい、ね。回は最低必要ですね。ですね。はい。爆発のなんがといつまた上がりも見えそうだ。これ三色見えますね。七八九。はい。なんの一枚目は泣かないと思います。なん泣いちゃうと三色ちょっとなりにくそうですもんねん。そうですね。打点の上昇率が全然違いますからね。うん、ああペンチーソまで引いてる三層三層となった。うん、はい。<laughs> これマックスて見ながら、という石井の手がもういいシャン,テンですね石井さんも本当に早く上がりたいですからね、はい、また今回も、ね、6球層がちょっと2枚先に切られてるんですが、うん、いやピンフドライチ多分普段の石井さんはリーチしてるイメージなんですけど、うん、今回の状況に限って闇点もありますけどどうなるんだろう。 いや吉田さんもいいシャンテンだちょっと順調がすぎる、はい、ここもまたボーダーに大きく絡んでいる石井と吉田がぶつかるんでしょうかあ、今別宅の情報が一瞬入りそうだったんですがちょっとお待ちください <laughs> <laughs> 三上の手もまとまってきましたねタンピンドラドラまで見えますね、はい 今回、打点はありますし三上には一応オーラスが来ればちゃんと親番が残ってますからこれは広く取るかいやパーピーのつもぎりあで今別宅の情報が入ったところですねボーダーになっていた 森下がマイナスに沈んでますか。四、はい、着ってことですかね、現状。そうですね、まだトンの四局、うん、ゼロ本場経過時点ではありますが。うん、マイナスが九人いるということですから。スタート時点ではプラスマイナスが、えー、ゼロの。ラインがボーダーだったんですが、はい、今ちょっと下がってる状態みたいですね。うんうん、あ、失礼、えっ、ー、と、マイナスが八人なので。やっぱりプラス。が、えっ、ー、と、ボーダーになりそうというところでした。うん、さ石井からリーチがかかります。町がすっちぴん。 なんかこれは高め e ペイコーがありますんで、スチーピンめちゃくちゃいません。スーピン1枚切られてて自分でチーピン持っていて、あと全部山6枚山ですか6山ですね。いや、これは上がればもうチーピンの方で上がっちゃえばかなりその条件クリアに見えますけどね。そうですよね。スーピンの方でも上がればかなり大きい方になりますね。スーピン積もでも十分な打点ですよ。 吉田さんの上を流せるということも加味するとはいでドラドラの三上いやー三上さん降りれないですよこれ降りれないけどどう攻めていくかですね、まあ、大して安全そうに打てる範囲もないんですよね <laughs> 川が強すぎて何を切ってどういう形を目指すかだけになりそう,、うんそうね、無理やり理由をつけるならマンズの上が通りそうですけど、まあ、6万が先に切ってあるからぐらいですね、うん、吉田さんも 吉田のパワーマンとかがこれ数ピン今掴んであ,あここはいいピンなんですね,ですねいやなんかギリギリのラインを渡り歩くかと思ったんですが<あ>ここですっとねーねーハイパイ時点ではその打点に寄せてロウソウ3走と切っていきましたが相手のリーチ受けたら放獣はし,しないように組むよってことですねそうですねまあ,あと持ち点もありますからねその無理して攻める場面ではない ね、このハんちゃんの持ち点ってことですか。あいや、トータルのポイントですね。三、はい、ンポンから単位青で。うん、でなるともう形は七万人、いや、ウーマンの方からか、今通ったウーマン。え、これ周りからしたら。もうドラ、最低二枚はあるなっていう仕掛けに見えますけどね。そうですね。うん、今苦しいポイント状況の三上の仕掛けとはいえというか、むしろそれもあって。そうですね。そういう理由ですね。ええー。 ここに数ピンが1枚来て数ピンが残り1なんですが高めのチーピン全く減ってない、うん、いやこれ上がれるか上がれないかはかなり大,大きいですね天敗、まあ、量だってバカにはできないんですが、うん、佐藤さんはしっかり受けに回ってますね、うん、おドラああドラつかんだんでさんは。 ここで完全に抜きましたねいや深いチーピンが深いお天杯入りましたローソンチーしてこれで2万と2品のシャンポン待ち 2>, 2万はゼロですかねですねさっき吉田が吸収した分がありますね2品の方がまだ1枚あるかな1枚ありますねただチーピンも3枚はいそうかチーピン3枚はあ,<ー>あこれで2枚数ピンだってあと1枚ありますね あーそういどんどん減ってくくこれで、えー、チーピン1スーピン1安めも高めも1枚ずつなんで石井のところに来ないんだ <laughs> これウーピンが筋になってるんであリャンピンのですねそうですかあこれは通ってないですけど自分の最後の積も版ですね うん、ここで上がりがないならこの手はもういいとそして敗庭の切り板これで流局になりましたいや6枚山リーチが上がれず、えー、三上が最後に天敗、えー、を崩しましたので石井の一人天敗です、うん ただ一旦こう吉田の親をクリアして自分の親にはなりました、ね、まあそれでもあの手は上がりたかったななんの三曲一本場石井の親番ですドラガーウーマンもう一回上がりたいですね石井さんはそうですねちょっとまだ安心できる状況じゃないのでああただめちゃめちゃまとまってそうに見えますよドラガーウーマン満ン多めですねーチーマンのあんこがあってこれはとりあえず自廃を切って,って といきなり動いたのが、えー、吉田ですね、やらせんぞと。うん、いや分かっってますねやっぱり吉田さんもかなり早い段階から動いていきましたね、うん、ここまで確かに西井は上がり回数3回と多いんですが全部結構軽いんですよね、2000、1000、1000という感じなんで2000、2000、1000かしかもこの5回戦、連チャンがないですね、ないここまでないですね最短コースで来てます。うん 吉田さんも自分のその、まあ、決勝進出のためにですね祖、うん、点はいくらあっても欲しいんではいそうですね、うん、この5回戦終了時点で上位8名が残り、えー、その後 A 卓 B 卓に分かれて6回戦7回戦というふうになりますからね、うん、いいそのポンでこれでいいシャンテン基本的には、はい、マージャンっていうゲームは自分が上がらない限りだ、はいたい あの素点は減るゲームなのでそうですねはい静かにしてるとこう積もられであったり濃点、うん、バップで少しずつ減っていきます、はい、カンりゃんピンの方にしましたね、まあ、カンりゃんピンとペンサマンどっちも良さそうでしたねりゃんピンの方は1枚見えてるんで、まあ、まあ見た目枚数だと3万の方かな、はい、ぐらいの感じですか、はい、これでもパイリで、まあえー、ペンちゃんとカンちゃんだったらこれだったらシャンポンの方、ね、これもでもいい1枚切れか、うん まあ後々自分の皮込みで E マンが盲点になるよねっていうこともありますねええええ、リャンマンがちょっと早めに打ってあります、うん、かつ E ピンも持ちやすいのか石井の現物ですねさあ石井がこれでいいシャンテン吉野がかわしきるか石井が 勝負で入れば追いつくというところです、うん、E さんはもしかしたらドラのウマンが使えない形になっちゃうかもしれないですねうんさっきリャンマン打ってねかなり使いたがってる感はあるんですが、うん、数ーも二枚見えですからねあー,あーこれで天敗数値層待ちです吉田さん白クポン E 層ポン A 皮が結構相図の本質に見えてもおかしくないんで、うん、多分本人的にはどっちかっていうとシャンポンの3層イいまが残った方が良かったかなっていうふうに思ってますね最後相図待ちでも、はい、打たないか周りに警戒されるところではありますよね、うん、ああいう数層が打たれないですねやっぱり A A あっテこれ関数マンにはしそうですいやドラ打ったなるほど。 ここでチーピン3万のシャンポン選択でリーチになりましたさすがに数万見えすぎってとこでしたかね 2>, 2枚見えてたからってことですねで今また別宅の情報も入ってきましたうん、うん、プラスが1234567、えー、別宅の中で7人いる状態マイナスが12345人ですね567またボーダーがプラスの方にああ、すそはそうか え失礼、えー、吉田の街が変わってますね,すね、はい、ローソーとイーマンのシャンポン街でトイトイになってるうん、うん、これならまたイーマン狙いどころかパワーソウなんかも頑張ってますもんねでえー、と三上はーソーの役なしテン吉田さんはこれ多分降りないと思いますね全部いきますか、うん 3万チーピン、3万チーピン、チーピン1枚もたれ、あとのパイは全部いるのか3万が1枚もたれで、ここで3万が打たれた、ローマントのスライドになりました、うん、石井の上がりです、これ、シャンポン選択バッチでしたね、上がりの方を大事にっていうところでしたか、うん、三上もね、形天ンからでした。 いや打点にこだわったらそのドラ使ったタ単ヤオドライチのリーチもありましたけど、えー、ここは上がり優先という判断でしたねはいまあそれでも上がれるかわかんないんですけど、うん、選択がバッチシでしたね一つ勝負をかけた曲だったと言えるでしょう、うん、いやこの過点大きいですね石井さんにとってははいで初めての連チャンちゃんですね、うん、日本場石井の親番継続ですドラがローピンただちょっと今回の手は重いぞこれは重いですね重いですね <laughs> これは多分自敗に手はかけないかなと思いますね、今のところ。一応、ちゃんた系だけ残しながらかな。うん、今回はマイナスしている三上と剛の手が良さそうですかね。うん、吉田さんの手も若干重たい。 下の3色見て、あれもペン3品1枚入っちゃうと、急に印象変わると思うんですが、すねはい、これ、どうなんだろう、残り局数もかなり絞られてて、剛なんかはね、軽い上がりが許されない立場ですもんね、んね 1>, 1人かなり条件を突きつけられた。はい 親番がない強しです今回は日頃の三色とかを見ながら手合い進行してますねはい言ってる間に石井は白が統一になってるここはドラ1あってピンズの形は一通も一応見えそう三、はい、色なら2差し123、はい、編み切ってうです、ね、全部は残せなかったですか、うん、おペン三尾引きました で白が打たれて石井がポンこれまた吉田と石井の上がりっこになるんだろうかただ今回はあのー、まあ安全度の高い飛車の統一があるのであ石井ですねはい、はいまあ、最悪折りもいけるよっていうことですねまあそういう意味でも仕掛けやすかったですか、うんまあ、ただ石井さんのタイプ的には 自分がテンパイ入ったら降りないことも多いので、はいはい、この状況とかも込みで加味,加味しても降りないことがあるんでね、えー、その選択が楽しみですね、どうするか今またねあの暫定では19.3ポイントプラスということでちょっと余裕が出る、うんすかね、ポジションになってきましたディフェンディングチャンピオンこの途中敗退結構危なかったですからね、今日 <laughs>、はい、あこれで一旦天んテンパイスッチーピン待ちですね。 背押しが。す、役なし。ピン待ちか。ま積もっても上がらないんじゃないかな、どうなんですかね。うん、いや、難しいですね。一応三四五の三色にいってがわり、ただその時はド虎が。うですよね、ドラが出ちゃうんですよね。思い切って急走を切って、タンヤオドライチにしちゃう手もありますけど。ええーうん。ジャン島の急走を切っていくっていう手もありますね。はい。石井はペンチーマンチーしていいシャンテンです。 ちょっとピンズがまとまらない3ピンも切ってるはいイースーマンのアリアンメンもフリテンターズです、うん、あここでつもぎりリーチになりましたね、うん、もうこれ以上の打点上昇ちょっと待てないと石井の動きもあります,、はいすね、スッチーピン場には見えてませんね一二三、手の内に3枚か5枚山ですかねす 別宅の、えー、動き、ですね三浦が、えー、3900オールで大きく上昇しているということです。はい、3万7800点もし、なの2局一本場段階でプラス75.1ポイントと、うん、ここもスコアを伸ばしていますいきなりトップに踊ってたっいことですね、そういうことになりますね、<前>まあ、暫定ではありますが。うん 吉田さんもできれば撃きたいなっていうところではあるんですけどね。はい、そうですね。ただそこまで絶対ではないので、はい、できればぐらいで。お天杯<配>サブローピン。チリソも打ちやすい配でしたね。数、うん、のチリでしたか？ええー、高めがドラ。あサブローピンこ,こにパンのか。枚数はそんなに多くないかな。うん、ローピンがなくて、三ピンがあないか。サブローピンは山にないですね。はい。ギャンプ ピンは切りづらい範囲だったので、うん、やはり自分のフォームは崩さないと,かいとです、ね、全然押してますね、はい、まあ終盤になって降りるかかどうか、うんまあ、シャアもね一番安全度が高いといっても現物ではないから、はい、っていうのもありますかね確かにそうですねこのこの、まあ、5回戦以降あっちピン剛、はい、のつまがりになりましたリー相もドラ12 <laughs>、えー、本馬です。 まあこの5回戦以降もポイントの持ち越しがありますからまあボーダーで残る以上のスコアを目指すというのはあの石井としても課題ではあるでしょうからねさあこれでオーラスに入ります三上の親番三上としてはこのオーラスの親番が運命の曲もうとにかく連チャンを続けるしかないドラがウーピンです 大体8万点トップくらいは最低欲しいので今の三上の持ち点2万3000点ほどですから6万点ぐらいここから加点したい、うん、じゃあ4000オール5回くらいですかねいけますね4000オール5回なら4000オール5回っていうと、まあうんまあ、まあまあ難しいけどまあでもやるしかないんですよね,そ,すねそれがタイトル戦です、はい まあもちろんマ、あのージャン連合から残ったのは三上一人ですからうん、うん、団体を背負ってというような意識もおそらくあると思うんですよね、うん、手配として良さそうな方はいらっしゃるでしょうかと三上の手も親の三上さんが一番良さそうに見えますけどそうですねあと吉田がシャーチャーでシャーといつああなるほどまあパッと終わらせに行くかどうか、はい、もうありますね ドラ使えれば、自分の浮きも見えそうですしね。お、お展望のじじがあ、ね。あ、ちょっと訂正が入りましたかね。いやー、佐藤さん、はまっすぐそうですね。そう、相図の染め手に向かいましたか。はい。まあ、そうか、千点上がっても、一応吉田は。二着にはなるんですね。浮きはしないですけど。まあ。 2000点はできれば欲しいですけどうんえー、っと剛はチューンは1枚スルーですねあかカンチーピン入ってる選択は数枚切っていっぱいいっぱいの形数ピンが目に見えて2枚見えちゃってるんでうん ピンズの二三五の形をどうしていくかですね。もう折り合いつけるっていうのもありそうですか、うん、先天で。三上さん、テンパ入りましたが。ここは闇点としました。すっち、その延べたんですね。うん、三上は。やっぱりここまでこう、中途半端な手で、そのままリーチとは、いきませんね。でねこのチーソは当たれない。最低。最低面ピン欲しいですね。最低ですね。ええー。できれば、タイヤをドライチをリーチしたいんですけど。フリテンリーチもありますよ、ね。よあ、全然ありますね。 大体自分がリーチすれば、他の人が降りてくれる可能性も高いので。さっきリャンスを切ったところでしたね。まだ別宅の情報が入ってきたところです。えっ、ー、と、どういうふうになってる。<ん>今オーラス進行中のが。<あ><あ>えっと、それ、三上が。はい、チーソーのつまがりですね。ツモ、はい、のみです。 えー、オーラス進行中なのが C 択、D クの2択、2> うん、B クは今、何3局の0本場中ですね、えー、マイナスが別宅内で7人いるというような感じです。まあ一番小さいプラスを持っているのが別宅の中だと、えー、とアマツのプラス9.3ですかね。レンちゃんは何の4局一本場、一旦親つなげたのはありがたい、はい、ドラがチーピンです。 お今回もそんなに悪くないというかいいないい手ですねそうずとマンズで2面つ完成、うん、あと大きくポイントを抜けさせているのはやはり三浦でしたね70ポイントほど持っています、うん、吉田さんは今回も2000点上がれば2000は2300で、えー、浮きまでいきますかそうですね浮いて着アップですね、うん いや、三上さんは三千九百ゴールが作りたいですね。あの手からだと、まあ、タンヤオイーペーコ、やタンヤオドライチですかね。はい。ローピンありますからね、チーピン引いてきても、あの使える形になります。うん、まあ、必然的に派手な捨て牌になるのが強しです。うん、ええと、吉田は二千のラインを見ると。 チーピンが使えれば単ヤオで OK、現状は面前進行って感じになりますかね,うすねただ、1000点でも、まあ、上がっても悪くないかなっていうふうにもちろん浮きは嬉しいんですけど、えー、そのリーチすることによって打たれた牌が打た,れてな打たれなくなって上の連チャーを生むこともあるのでそうですねああこ,れでこれは文ウーピンテンパイ単野ピンフ2000点上がれば何でも OK。 で、三上のリャンピンが結構怖い。い怖いですね。今、リャンウーピン打ちそうなのは、やっぱり三上が一番打ちそうかな。シンプルに。ああ、しかも、だん、リャンウーパーピンになる。<laughs> あ,あで、あパーピンが石井から出てきました。タインヤオーピンフードライチ、三千九百一本場四千二百で、えー。この半ちゃんが決着となりました。さあ、というところで、まあ、ちょっと苦しかった、強えー、剛や三上は。 おそらくポイント状況を見るとこの5回戦までになるかなというようなところですねそれでは5回戦の着順トップには石井そして2着に吉田え3着に強し4着に三上という並びで決着となりました、はい、え別卓がまだ一択は進行中なのかな、えー、というところでありますさあというところでまあ、石井はプラス 残してますからおそ、はい、らく残ったかなというような感じですかねおそらく残ったように見えますけどねはい、うんま、あのもちろん他の卓のポイントの変動があるので、はい、確定情報はちょっとここでは申し上げられませんが、はいえー、それでは続いてベスト8に続きます。